おはようございます。ジャスト株式会社代表関正行です。前回人間が幸福になっていくメカニズムっていうのはないんだけど、原因がどうもこの左脳の機能の低下が結構鍵になってくるみたいな話なんだよねっていうような話しちゃったんだけど、ほんなら左脳はいらないんですかって話になるけど、そうでもないでしょう。もちろん。で、逆に日本人大体不幸の底っていうか、日本人の傾向的なね、不幸の底、あ、じゃない、人類的な不幸の底ってどれぐらいだと思う？大体ね、50歳ぐらいが、あれなんだ、人類的にだよ、の幸福度が。大体50、若い時に大体結構幸福感があって、で、じりじり下がっていくんだよ。で、50代ぐらいに底になって上がってくるんだよね。で、もう老人になるとこの若い時よりも幸福度が増すんだよね。すごいよね。おそらくね、この左脳のなんていうのかな、発達度と、もしかしたら発達度、左脳がどうも発達してくるとどんどん不幸になってくる。で、その機能が衰え始めると幸せになっていくとかいう話じゃないのかなっていう話。言ってることわはかりました。もしかしたらそうかもしれないね。で、日本人だけね、特殊なんだよね。大体どんどん50以下、50過ぎても下がっていくんだよね、幸福度が。で、85過ぎると上がる人がかなりいるっていう話なんだけど、ひょっとしたらまだ佐野が元気なのかもしれないね、まだそこの 日本人は。で、あと社会保障だどうのって、それはね、分かんない。で、こういうこと言ってるのは多分僕だけだから あれなんですけど、だからっつって佐野をやめましょうみたいな話にならないよね。なりませんで、ね。まあ世の中回っていかないじゃんね。ならどうしたらいいんでしょうかって話だよね。まあ、回っていくかもしれないよ。回っていくかもしれないけど、おそらくあれだよね、石器時代に戻ってくるからね それでもよきゃいいんだけど、いいんだけど、でもなかなか戻れないじゃん、戻別れに。ないですね。で、だから左脳が発達していきますよ。だけど幸福感も得たいと思わない？もちろん。どうしたらいいんでしょうか？で、あと僕は思うんだけど、85まで待ちたくないよ、俺。そうですどね。もう、そもそも何歳まで生きれるかわからないう？ 分のかんないで、よね。86で死んじゃったら、そんな1年1間年間か。だけ、で、この79、79じゃない、84で死ぬ。おいおいおい、これからすごいってことがあるって、なんだよって、いきなりなんていうかな、ゴールってところで持って終わりっていう。わかる？マラソンでも必死こいて起きたらゴールですよっつったら、もうテープが「はい、終わり」って。まあ冗談なんですけど、どうでしょうか。でもね、僕はそこら辺のところ結構人類考えてきて、やっぱ仏教はかなりここについてアプローチしたしね。いやいや、あと左脳で左脳を解決するっていう話もなきにしもあらずだね。わかる。まあちょっとね、それある程度限界があると思うんだよね。だからさ、あれだね、だから学歴つけて頭良くしてつったらさ、イコール幸福じゃないと思うよ。僕の4歳になる子なんか結構ね、かなり頭良くなってきてるんだよね。すごい記憶力。最近ね、宇宙ってなんでできてんだろうって聞き始めるんだよね。あれ結構悩み多くなって不幸なんだよね、あれ。だからね、俺も最近ね、遊んできなとか、遊んだ方がいいよって言い始めて、いや、もうこんな別に考えても仕方のないことをさ その時から、まあそれは冗談なんだけど、まああれだよね、その分別の世界をまたね、白黒つけるところ、やっぱここなんていうかな、また左脳の力でここをなんていうの、境界をなくすとか、
ね、こう分類するものに対してのさらにそれを超えたところで、分類を帳消しにするような思考が必要、プラスやはり瞑想とかあれだよね、そういうところが必要になってくるんじゃないかなと思いますね。本当だよね、あの幸福について考えてさ、むちゃくちゃ図の明晰になってきて、もっと不幸になるって、はい、うん、ちょっと矛盾した話なんだよ ね、はい、ね、うん、で、そういうことです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。